荒尾正し日清貿易研究所は、1890年から1893年にかけて、新国上海に存在した、日本の教育機関である。日本陸軍参謀本部将校荒尾政は、白人の侵略から国を守るには、日中が互いに貿易を盛んに行うことによって、経済大国となり、日中が連携して白人に対抗すべきであるという、考えを持っていた。 この目的のために観光楽前道を拠点として大陸調査活動を行ったが日中貿易振興のためには優秀な貿易実務担当者の育成が不可欠であることを痛感した。そこで日本政府に資金調達を働きかけ全国を遊説して生徒を集め上海に日清貿易研究所を設立した。研究所の運営は困難を極め 日清戦争の勃発とともに閉鎖されてしまう。研究所の卒業生は、日本軍の通訳、官長として働き、新国軍に捕まって処刑された者も,も多い。しかし、荒尾の日中提携による貿易立国の精神は、名誉、根津はじめや卒業生らによって引き継がれ、後の東亜同文書院設立となって結実した。日清貿易商会設立構想を荒尾は3か年の、 新国派遣から帰国後、副名所を提出した。その結論として、新国に対する和親策は、実行が上がらず、交戦策も設立であるから取るべきでないと述べ、具体策として、耐震貿易振興案である、日新貿易商会の設立を主張した。貿易商会の構想は、まず上海に一大商社、日新貿易商会を設け、新国25の開口上に視点を置いて、 互いに連、そして、その任務を遂行するものを必要とするため、別に付属研究所、日清貿易研究所を設立し、新国の事情に通行する優秀な人材を育成する計画だった。荒尾は新国における、我が国の商業系を拡張して、西欧諸国の経済侵略に対抗し、日清両国の経済提携によって、共に不況を図り、 東和の防衛を達成しようと構想した。全国遊説と資金調達アランは、貿易商会の設立について、全国各方面に遊説を開始したが、当時の日本の国力や、世間一般の中国認識の低さのため、資金の調達は非常に困難だった。そこで紹介の設立は後回しにして、まず人材育成のための日清貿易研究所の、 設立に全力を注ぐことにした。日清貿易商会案と付属研究所の計画は、黒田清高首相以下、松方正義蔵省、岩村道都市の商務省らの賛同を終え、約1カ年にわたる全国遊勢によって、約300名の応募者を集め、そのうちからずの優秀、身体強権な青年150名を選抜した。研究所の開設資金、は、 川上総録参謀次長に訴え、内閣機密費から4万円が支出されることになり、これが研究所の創立費と渡航費になった。川上はその邸宅を抵当に数千円を調達して、援助、荒尾、根津も、私的に金作して不足を補った。日清貿易研究所開設明治23年9月3日、150名の学生と研究所職員、それに、 日清貿易商会関係の役員等を合わせて約200名の一行は荒尾所長に引率され横浜丸に登場して新国に向かった7日長崎を出港9日上海の研究所に入った中国家屋10件を3棟に改造接続したもので1棟は学生の寄宿舎に開けられ会場が自習室開花が寝室だった1棟は教室で 1> 第1教室の下が受付と応接室。第二教室の下が学生クラブ。第三教室の下は柔道場だった。残りの一棟は主として職員の住宅に充てられた。困難を極める学校運営研究所は遠大な理想を掲げて解消され、150名の学生は異教での勉学を開始したが、間もなく思わぬ大問題に遭遇した。 その一つは、運営資金の枯渇であり、もう一つは、熱病の大流行だった。運営資金の枯渇アランは、明治23年11月食、政府の補助金受領交渉のため帰国し、観光からネズを迎え、代理所長として、工事を託した。政府は研究所に対する年間経費1万円の支出を内定していたが、当時開会された第一議会においては、自由。 海心両党の合同勢力が政府の補助金支出は実現できなくなり、研究所の運営は大きな障害に直面した。熱病の大流行一方、開学早々から学生の間には気候風土の変化と食事の不慣れにより下痢患者が多数発生した。また当時上海付近には湿地が多く、そのため上海熱と称する熱病が多発していた。 研究所宿舎もこの奇病に襲われ、200名近い、職員学生もほとんど罹患し、健康者は14名に過ぎない状況となり、家業は休校、寄宿舎は病棟に早変わりした。ら尾、ネズラも自ら学生の看護に当たるという非常事態となり、莫大な出費を余儀なくされ、研究所の財政を追い詰めた。学生の同様と刷新明治23年12月28日。 研究所の職員が、荒尾から資金の早急調達不能の通知を受け取った。財政窮迫の事態は学生らに察知され、人心は同様、次第に相乗化の様相を呈した。根本的な前後策を講ずる必要があるとの根図の報告書によって、明治24年2月15日、荒尾は急遽東京から起所し、学生一人数とに会って説得し、事態は収束した。 これを機会に研究所経営の大改革を行うことになり、日清貿易商会関係の業務をやめて研究所を一本に絞り、業務改善と人身刷新を図った。その後も財政難は続いたが、研究所の運営は全時軌道に乗った。学生の卒業と実習日清貿易商会の設立は依然困難だったので、これに代わるものとして、 日清商品陳列書を設けることになった。これは、大阪の豪商岡崎栄三郎の出資により、26年の春から開館準備に着手することができ、その南隣に、日海洋校と称する岡崎の商店が設けられた。研究所の学生は、明治26年6月末に卒業式を、行、八89名に対し卒業証書が授与された。 卒業生は引き続き商品陳列所で実習に当たることになっていたが、その多くが帰国したまま、学費その他の関係で嫌いせず、継続実習に従事した者は約40名だった。翌27年8月、日清戦争が起こり、実習生は衛星アンジアス号に登場して帰国し、日清貿易研究所は1期生のみで3カ年の短命に終わった。 にもかかわらず何人もの革新的企業者がこの研究所において育てられたという。日清貿易研究所の科目は、清志語学、英語学、商業地理、品商業史、簿記学、商業産、商業実習、貿易学、経済学、法律学、和漢文学、柔道体操などで目的にふさわしいカリキュラムだった。日清貿易研究所は、 運営資金の枯渇により日清戦争の直前、並行するが、荒尾自身は、日清戦争の最中か活発な言論活動を展開した。荒尾は、京都で新国を保護する、耐震意見や、耐震弁見たりを表した後、台湾貿易のために、台北に渡り、アジアネットワークの構想を具体化しようとするが、96年、ペストにより37歳で死去した。 ありがとうございます。